中の処理もちゃんとやっていきます。車よ、シーリングなんですけれども、まあ、この辺の下回りしっかりシーリングは入れておかないと、後で剥がれてきちゃうと水が入っちゃうんで、この辺は本当に注意して、厳重にやっていくんですが、使うシーラーはですね、自動車用のエンドックス製の MSP7100 というのを使うんですが、車用のもの、シリコンであればこれもそうなんですけど、変性シリコンというやつを使ってください。一般的に建築用のシリコンは絶対に使ってはダメなので、それだけ気をつけて、やっていただければいいと思います。シーラーはですね、こんな感じでいいんですね。そんなにこう綺麗にしなくても、まあ、見えるところではないので、水が入らなくてすぐに剥がれないっていうのが目的ですね。前回使ったソアラで使ったやつは上塗りができないタイプなんですけども、エンドックスの HB2700 っていうのを使ったんですが、今回はですね、上塗り OK、ヘンケルジャパンの、SB3120 というやつなんですね。これはですね、上塗りができるタイプなので、今回ね、ドアの色を塗る部分が出てくるんですよ。まあ、こういうところ、この辺はかかってしまっても、上から白を塗るからいいんですが、ちょうどね、こういうところを、アンダーコートと上の白両方塗らなきゃいけないんで、今回はこういうのを使っていきます。クォーターの中の処理もちゃんとやっていきます。塗装終わりました。塗っ
たのはここだけなんですけど、まあ、こういうところ傷があったりね、こういうのついでに塗ればなんて思う人いるかもしれないんですけど、この車ね、競技車なんで、タイヤとかこう荷物積み下ろしでいつも傷つくんですね、ここがね。まあ、あんまこう丁寧にやったからといって綺麗なのがいつまでも持たないんですけどね。まあ、メインとなったこの辺は、まあ、さすがにちょっとね、シーラーだけで仕上げたら汚いなと思ったんで、パテつけて、まあ良かったですね。これがドアを、まあ後でやりますけど、とりあえずここの部分はこれで完了です。足付けをして、空研ぎ、まあ空研ぎでいいんですけども、また後から水研ぎをしているのにはですね、こういう縁とか角っていうのは機械でやってしまうとね、削りすぎちゃうんで、で手で研いでるんですけども、で水研ぎするとですね、足付けができてない部分っていうのが一発で分かるんですね。こう水で最後に濡らしてみるとですね、出てきた、ここ分かりますかね。水がね、弾くんですよね。こうやってやると水が弾いてくるんですよ。こうやってピヤーっと、こういう弾くところっていうのは足付けができてませんよっていうことなので、ここをもう一回研いであげます。で、水をかけると、あとちょっとですね、こんな感じで弾かなくなりましたね。で、こうやって全部チェックして足付けできてるかなって見ると、後で自分が痛い目に遭わないです。で、結局塗装って足付けしなくても綺麗に塗れてしまうんですけど、しないと自分やまたどっかで修理に出した時にね、板金屋さんになんじゃこりゃってなるんで、塗装屋さんか他でね、迷惑をかけてしまうんでね、まあ自分でやる方は自分がね、痛い目に遭うんで、足付けだけは本当に完璧にした方がいいです。今回これを塗るにあたって、サフェーサーと違うので、今度はきちんと色が入ってないといけないので、この隅々、こういうところに入るように結構苦労したんですけど、結局、コンパネにビスでこうやって止めて、こう仮止めというかね、しっかり止めてないんですよ。この方がここに隙間ができて色が全部に入るので、問題なくこれで塗れると思います。ですね、ちょっとね、半ツヤぐらいにしたいんですけど、ただちょっとね、ツヤが出すぎちゃってるんで、相当時間を置いてから塗った方がいいんですが、置きすぎてしまうと硬化が始まってしまうので、ちょっとね、その加減を見ながら、こっからは、ガンの塗質量とかで調整しながら
ムラにならないようにちょっとね、つや消しはそれが一番難しいですね。ムラが出やすいです。これで4回ぐらい塗ったんですけど、まだこう半ツヤにしなきゃいけないので、半ツヤってなるとね、こう乾燥していく過程でちょっと見ていかないといけないんで、一旦これで、少し乾燥させます。乾燥です。乾燥なんですけども、ツヤがあったりなかったり難しいですね。うまくいかねえな。